第19章東洋医学の根幹となっている東洋の哲学と宗教第1節哲学や宗教の意義哲学や宗教というと聞いただけで拒否反応を示す人もあると思いますがそんなに大げさに考えなくても生活の心情や批な内思信念のようなものだと考えてください特にがんの場合多くの患者さんは 死という問題に直面しています。死の問題は、現在の科学では扱いきれない問題で、哲学や宗教の問題となります。死については、私が高校生時代に愛読した亀井勝一郎氏の本に、次のような言葉があり、印象に残っています。もし明日死ぬとしたら、今何をするべきかと、人はいろいろ悩んで考え込むであろう。しかし、 大切なことは、死ぬ時期が、明日でも、10年先でも100年先でも、ことの本質は同じであるということである。人間は、健康な時は死についてあまり考えませんが、癌などの大病にかかると、初めて死について真剣に考えるようになります。そして、この時に逆に、生きるとは、何かを真剣に考えるようになります。 本当は健康な時にこそ正しい生き方とは何か死とは何かを真剣に考えておくべきなのですこの答えは現代の科学の中にはありません宗教や哲学の中にあるのですしかし愚かな人間は健康な時にはあまり死について考えようとはしませんですから癌になったということは生きるとは何かまた 使徒は何かについて真剣に考えなさいという天の声と受け止めるべきです科学は根本的にはこの世には物質しか存在しないと考える唯物論であり生命現象も一つの物理的な現象として捉えています科学では生命現象や心の領域の現象も 皆分子や原子の運動として解釈することが可能であると考えており科学的に測定できない気や心霊などの存在は否定していますしかし東洋の哲学は心とか心霊等の存在を物質とは別の次元で捉えており西洋の唯物論的な考え方と対立していますこのような論理を唯心論と言いますしかし 最先端の物理学である量子力学で明らかにされたこの世の究極の姿は東洋哲学が説く世界と酷似しています。近い将来西洋的な唯物論と東洋的な唯心論が統一されるようになるかもしれません。そしてこのような視点から心霊や輪廻転生なども議論されるかもしれません。宗教でいう神様や霊魂そして 来世などの存在については科学的に証明されない物事や現象は絶対に信じないという人も多く存在するため最終的には本人が信じるか信じないかの問題になりそれ以上の議論は無意味となりますしかし科学では神様や霊魂が存在しないという証明もまた不可能なのです実際には原子や分子の存在も 神様や霊魂と同様に人間の目に見えないことには変わりはないのですが科学的に存在すると言われるとどうしたわけかいとも簡単にその存在を信じてしまうのはよく考えればまか不思議な心理状態ではないでしょうか。